2023年の9月、米海軍サンアントニオ級ドック型揚陸艦サマセットが横須賀へ寄港しました。サンアントニオ級は全長208メートル、満載排水量は2万5000トンで、米海軍の揚陸艦としては初めて本格的なステルスデザインとなっています。戦車揚陸艦、貨物揚陸艦、ドック型揚陸艦の機能を集約した設計となっており、揚陸式機能には欠けるものの、これら3艦種を合わせたほどの輸送揚陸能力を持っています。総艦要員とは別に700名以上の海兵隊員の輸送も可能で、艦尾ウェルドックには L キャックであれば2隻、LCU であれば1隻、EAV7 であれば14両を収容する能力があります。また、本級は優れた航空機運用能力も有しており、オスプレイを2機収容できるハンガーデッキや後部デッキにはヘリコプターの発着スポットが2箇所設定されています。艦名の由来は、9.11 同時多発テロの際、乗員・乗客らの英雄的な行動により、地上の人的被害を出すことなく墜落したユナイテッド航空93便の墜落地点、ペンシルベニア州ピッツバーグ郊外サマセット郡が由来となっています。出航する際、マストには93レッツロールと描かれたフラッグが掲出されており、テロ事件に立ち向かった乗員乗客たちの勇気と英雄的行動を称えているように感じました。